平野進役高橋一生さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。はい、そして北村しおり役川内春奈さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では山本組クランクインとなります。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よーい。そして一番最悪なのは3つ目の説、歴史の修正。歴史の修正？歴史を守ろうとする力が働いて、北村さんの存在そのものがこの世界から消し去られてしまう。どうしてやっちゃったんやろ。なんかこう動いた方が、でもパソコンだけで動いてるのもなんかこういうところから飛ばして、でまあもうこういうふうに説明しちゃっても、ない渡すない、はい、なんかすごいこう縮こまっちゃうと、途中までなんじゃない、うん、生きてたのは。だからパラドックスのところまでは、座っててもいいのに、いけそうだったね、3つの説はっていうところで、はい、パラレルは北村さんが殺された世界と殺されなかった世界が別々に同時に存在してしまうという。そしてタイムリミットは2019年の9月27日です。はい、OK。 はい、OK。 じゃあ返そう。時空を超えるラブストーリーの決定版。こんな恋愛したいなって、すごく切ない、一途な純粋なラブストーリーでした。それは君の命を救うための嘘。9月の恋と出会うまで。